皆さんこんにちは、宝部でございます。本日は皆様に大切なお知らせがございます。私宝部亮次は2011年3月シンガーソングライターを目指して、福岡から上京し活動を始めました。翌年2012年、現状の活動に納得ができず、よりもっとエンターテインメントを追求するという大義名分を掲げ、当時ハマりにハマっていた海外のミュージカルドラマグリーの楽曲を一人アカペラするという動画を YouTube に投稿し始めました。本当は友達がいなかったので仕方なく一人で始めたっていうのはちょっとここでは内緒にしておきます。ただこれをきっかけにたくさんのグリー友達、グリークとつながることができまして、楽しい毎日を過ごしていました。しかしある日ふと大きな壁にぶち当たります。一人アカペラ多重録音の名称に一人グリーという名前をつけてしまったがゆえに、グリーの作中で歌われた曲以外をなかなか歌えずにいました。あれっすよ、若い頃によくある、あの周りから見たらマジでどうでもいい自分の変なプライドっていうか固定概念が打破できないやつですよ。そんなことを考えていた2013年夏、エンタメ系 YouTuber のめぐいんさんによる番長という YouTuber のための面白動画大会を開催します。数々のコメディ動画がエントリーされる中、私宝部亮次も音楽も面白いんだという一心で参加することを決意しました。そこで投稿した動画は、めちゃめちゃ好きだった桃色クローバー Z の走れ、一人アカペラカバーをすることで誰かの元気につながるんじゃないかなと思い歌いました。結果は多くの反響をいただきまして、当時チャンネル登録者数が300人ぐらいだったんですけども、一気に3000人ぐらい増えました。そんな私ですが、今年の大晦日2020年12月31日、なんと TTJ で桃色歌合戦に出場することが決まりました。なんということでしょう、なんということでしょう。想像もしなかったこの展開。一人でも多くのモノノフと仲良くなりたくて、ミクシーのコミュニティに書き込んだあの日、モノノフ友達とバーのカラオケで歌いまくったバイト時代、推しが遠すぎて涙した西武ドーム、まさか客席からじゃなく同じステージ上で同じ空気を吸えるとは思いもしませんでした。今年の12月の31日、大晦日なんですけれども、おそらくですね、召されます。ちょっと天に行ってきます。死因は簡単ですね。唐突です。イージーです。実にイージーです。いや、リアルにちょっと連絡来た時はこの画像みたいな感じだったんですよ。しかも今日の朝発表するまで俺マジでドッキリかと思って疑ってましたもんね。というわけでございまして、本日はこれを記念してですね、僕の中でもかなり思い出のあるこの動画をですね、もう一度歌い直しました。7年ぶりにアカペラカバーします。聞いてください、走れ。笑顔が止まらない、踊る心止まらない、同じで
動画を見てくださいまして誠にありがとうございました。もしいいなと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録、そしてベルボタンを押していただけますと僕が動画アップするために皆様に通知がいくらなっておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。大丈夫かな、12月31日まで生きてるかな。もののふのともはちょっと LINE してて言われたんですよ、今年の年越しももクロと一緒なのみたいな。いやそれはちょっと本当にね、パワーワード、心臓止まりかけた。しかも出演するアーティストの皆様がもうマジでどえぐいんですよ。ももクロだけでやばいのに他もやばいんで、漏れなく全員やばいから、もうどうしよう。TTJ ですね、かなり活動的に動いてますので、ぜひ iTunes だったりか Spotify だったりとかいろんなサブスクに、あるので、ぜひチェックしてみてください。以上、高田でございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はぁ、尊い、やばい。